日本愛知県岡崎市、藤川町、藤川町は愛知県岡崎市東部地区の町名。定番を持たない単独町名であり、47の小技が設置されている。岡崎市の南東に位置する山綱川により、形成された谷底平野にある。名鉄名古屋本線を挟んで、北部は主に工業地域、南部は主に住居地域として指定されている。 2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた郡、藤川村を前身とする。古くから交通の要衝であり、中世には鎌倉街道が通っていた。戦国時代には徳川家康家臣の内藤家長居城藤川城が、 気づかれた。もともとは、関山神社、奥宮などがある北の明神山山六に集落があったが、1590年に、豊臣秀吉家臣だった岡崎城主、田中義政により南に移転された。江戸時代は主に幕府領や商名寺寮などであった。東海道53寺の一つ、藤川塾が置かれ、宿場町として栄えた。藤川塾は、 国土交通省により、愛知県で唯一歴史国道に選定されている。藤川塾は、当初5町45県であったが、1648年に、前木村座市場の住民を移住させて、市場村として買い宿され、中町と西町、市場村の東町の3町で、9町20県の藤川塾となった。1878年、藤川村、市場村、 美の川村が合併し、藤川村となる。1955年、岡崎市に編入される、岡崎市、藤川町となる。1988年に、藤川第一丁目が分離。1989年に、藤川第二丁目が、1990年に、藤川第三丁目が分離した。2001年には、岡崎美の川と地区各整理組合の事業により、 藤川高校が分離した。2020年8月7日、旧東海道の藤川の松並木が愛知県指定文化財に指定された。ありがとうございます。